関西学生アメリカンフットボールディビジョン3岡山大学対滋賀大学の試合を行います。クォーターバック7番木村悟から。秋人のキックが成功。
ラードスによるファーストラインの攻撃です。レンガドッキンよりファーストラインの攻撃です。セーフタイムアウト。4ヤード付近よりファーストダウンの攻撃です。
ア大学。セカンドダウン2ゴール。千葉大学大東高校に7点。ファーストダウンの攻撃です。
11月19日、MKタクシーフィールド。